山本周五郎作、山椿。一。梶井修美と須藤絹女との結婚式は、11月中旬の居手のひどい酔いに挙げられた。修美は25歳の時、亡き父の職を継いで作事奉行になった。それには世襲の意味もないではないが、 彼にはその才能のあることが認められたのも確かだ。作事奉行は建築営前の一切を干渉する。城館、寺社の修復、表座敷から台所に至る所住期長度の修繕、掃除、検査など、事務は複雑多岐にわたっているが、趣味は職を継いで一年とたたぬうちに、 その適任であることを証拠立てた。しかしこれは、種目が飛び抜けた瞬災だというわけではない。むしろ彼は、平凡な事務課であった。現実的で、貴重面で、何事でも類別し、統計し、対象表に作ってみないと承知しないという風だ。母親が、父に一年遅れて亡くなった後、未知といういとこが、 主婦の役をしている。彼女は母親の抜ッの残した孤児で、16の年に梶井へ引き取られてきた。思わしい縁談もないうちに今期が過ぎてしまい、自分でも諦めたのだろう。古流の生け花と二条流の笛とをせっせと稽古して、これで身を立てるのだと言っている。こういう不遇な身の上にもかかわらず、 未知は陽気で物にこだわらない性質だった。明るい伸びやかな気分を作ることがうまく、家の中に適当な笑い声を絶やさない。だが主めにはこれが軽薄でうるさく、苦に々がにがしいだけだ。叱るほど不愉快でもないが、一緒に笑うようなことは滅多にない。かえってジムのことで出入りする家僚たちが、 若いおばか姉にでも対するように、打ち解けた様子で相談を持ちかけたり、内緒で酒をねだったりする。主姫は別に小言は言わないが、決してそれをよろしいと思うことはできなかった。須藤との縁談が始まったのは9月のことだ。それから50日余り、こまごましたことで主姫は随分気をつからせた。 儀礼の方は叔父の大沼兵庫に頼み、内う々ちうちのことはいとこに任せたが、それで済ましていることのできない証分だから、つまりは自分で指図する結果になった。その上、嫁の父親である須藤宗右衛門が、中老という身分にこだわるので、ともすると派手になりがちなのが、一層気持ちの負担だった。 一生に一度のことですもの、いいじゃございませんか。未知はこう言って、何でも慎重しようとした。一生に一度だから、つつましくしなければならないんだ。主婦は役所の事務のように費用を削った。いとこは逆らわずに笑いながら、削られたものも大抵は買いととのえるというふうだった。 結婚式は滞りなく終わった。祝いの主演も和やかに住み、招待客たちが帰った後、両家の親族だけで改めて酒好きが取り交わされた。それは半時余りかかった。そしてこれらの人々が糸間を告げた時、いつか外は雪になっていた。趣味はまだ一役ある。花嫁が、 中央戸に連れられて奥へ行くのを潮に、彼は別棟になっている隠居所へ顔を出した。そこでは役所の家領たち、住人ばかりが、彼らなりに気楽な祝宴を張っていたのである。朱銘が席に座るとすぐ、未知が調子を持ってそばへ来た。彼女は接待役をしていたのだが、見ると目の周りや頬が赤く、 息も少し荒いようだった。結婚祝いでもあり、みんな親しい者たちとはいえ、未婚者の多い中で、色に出るほど杯を受けるのは無作法だ。朱雀は不機嫌に眉をひそめ、低いささやき声でたしなめた。見苦しいじゃないか。赤くなっている。どうしたんだ。脇田様と小倉様で、かかっておしいなさるんですもの。 それに私も。みちはふと目をそらした。もう皆様とはこれでお別れでございますから。シュメはそれを聞き流して挨拶を述べ始めた。みちはそっと立っていった。言葉を結ぶとシュメは砕けた姿勢になり、微笑みを見せた。難しい客は帰ったから、ゆっくりやってくれ。 ちょうど雪が降ってきた。よかったら雪を魚に飲み明かしても結構。川上、まず行こう。雪と聞いて座の空気がさらに浮き立った。一人が障子を開けに行った。だがそれだけでは見えない。別の一人が食台を縁先へ持ち出した。庭には椿の老樹が並んでいる。その茂った枝葉やし下の暗がりが 食大の光を生かすので、今度は舞い落ちる雪がかなりはっきり眺められた。これはおあつらえ向きじゃないか。本当に飲み明かすか脇田慎三がそう言うと、笑い声がどっと上がった。何も開き直ることはない。雪でなくたってそのつもりできたんだろう。脇田が飲むのに。 あつらえ向きでないものは絶対にないね。シュメが珍しく口を出した。いつかひどい風で寝ていた時だ。高い熱で真っ赤な顔をしてうなりながら。卵酒にはおあつらえですと言ったからね。間、ま、もなくシュメはそこを立った。仲人の旗の夫妻を送り出したのは12時間近のことだ。 それから加減を見させて風呂に入った。湯につかって体が温まってくると、酔いからの緊張がほぐれ、神経や全身の筋の快く伸びてゆくのが感じられて、解放されたもののように何度もため息が出た。彼はゆっくり浸っていた。五十日以来のわずらわしさが終わった。 これでともかくも一肩ついたと思う後から、一種のあやされるような好ましい新鮮な感情が湧いてきた。彼は目をつむった。二、心ときめくというほど純粋な激しい感動ではない。もう年も二十八になるし、作事奉行として足かけ四年。 天跡の遊びも知っている。ましてごく平凡な、作法通りの結婚だから、それほど大きな喜びの期待があるわけはない。だが、今彼の胸へ湧き上がってくる素朴な好ましい感情も、決してそれより価値が低くはないだろう。彼は和やかに、遠火で温められるような、その楽しい恵まれた気分から離れるのが惜しくて、 長いことじっと湯につかっていた。朱芽が間へ入っていくと花嫁はまだ起きていた。暗くしてあるあんどんの柔らかい光で、金病に囲まれたヤグの色が清らかな生めかしさを見せている。絹は白むくの上に打ちかけを重ね、両手を膝に置き、深くうつむいたまま座っていた。 シュメは自分の寝床の中へ入り、彼女の方へ背を向けて目をつむった。かなり時間が経っても花嫁の動く気配がしなかった。振り返ってみると、絹は同じ姿勢で座っていた。もう寝なければいけない。いてるから風邪をひいてしまうよ。彼女は聞き取りにくいほどの声で、 はいと答えた。シュメは頭を元へ戻した。隠居所の方から歌が聞こえてくる。雪のために反響を消されて、現実というよりは記憶から蘇ってくる声のようだ。シュメはそれからも二度寝るように進めた。しかし花嫁は朝まで寝なかった。体を固くして、 うつむいたまま見ゆるぎもせずにじっと座っていた。どうかなさいまして。大うお顔色がすぐれませんわ。未知が疑わしげな目でいとこを見た。絹が里帰りから戻った翌朝のことである。朱銘と新嫁の間がうまくいっていないのは確かだ。新婚のあくる夜から。 新嫁は自分の居まで寝る。新庄のことは須藤からついてきた小間使いが世話をして、絹女は手を出さない。途上や下城の着替えもまだ未知に任せたままでいる。しかもほとんど二人が口をきかないのを未知は知っていた。どうもしやしないが。シュは口ごもった。ふと。 相談してみようかという気になったのだ。しかしそれが不可能なことは明白である。彼は憂鬱に眉をひそめてそのまま沈黙した。自分を拒む妻の態度をどう解釈したらいいだろう。嫌っているのだろうか、周知だろうか、年齢の若いためだろうか。 もしそれほど嫌いだったとしたら嫁には来ないはずだ。周知は何も彼女一人のものではない。あらゆる新嫁がその周知心に勝たなければならない瞬間を持つ。年も十八歳なら若すぎるとは言えない。では一体何が原因なのだ 計算や統計の上で物事を考えたり処理することに慣れている彼の頭は人の感情とか心理の問題になると手も足も出ない。そこで彼は自分に対しても腹を立てた。どうとも勝手にしろ。私、明日おいとまいたしますわ。いとこがあるよ。 好いに、朱芽の居間へ来た。彼は役所の事務を机の上に広げながら、しきりに日よけの炭火を吹いていた。未知はいとこの髪の毛についている灰を払い、火よけを自分の方へ引き寄せた。家のことも大抵お姉まにわかっていただきました。でもすっかりではありませんから、あとはお兄様が、 わからないところは指図をしておあげにならなければいけませんわ。シュはいとこの顔を見た。みちはうつむいて火を直しながら続けた。もっと近しくなさらなければね。このごろは夕げにもお酒を召し上がらないしいつも黙って難しい顔をしていらっしゃるわ。そんなではお姉さまにも気心の知りようがないじゃございませんか。 もっと夫らしくしてあげなければおかわいそうよ。お母さんのタンスときょうだいを持っていっていいよ。シュメは筆を取りながら言った。暇があったら時々来てくれ。家のことは心配しなくってもいい。みちはいとこの横顔を見守った。それからしばらくしてつぶやくようにこう言った。 月には、武作法が作法になることもありますわ。結婚したら、大沼兵庫が未知を引き取ることに決まっていた。いとこが去ると、明け暮れがにわかにひっそりとなった。その中で主女は、同じ言葉を繰り返し考え続けた。武作法が作法になることもある、という言葉を。 終焉から十七日目にあたる夜、シュは夕げに酒を命じた。彼は酒が好きで、朝食前にも少し飲む。夕げにはかなり過ごすことも珍しくはない。それは大抵過料の来ている時で、ことに脇田とか小野平介など賑やかなものが集まると、彼らといとこの取りとめのない談笑を聞きながら、 黙って楽しそうによく飲んだ。結婚してからはほとんど杯を持たなかったが、その世は酔えるだけ酔うつもりでいた。一人もお手持ち無沙汰なものだ。一つ受けないか。少し回ってから、シュメは杯を差し出した。絹はうつむいたまま。部長法でございますから。 と答えた。趣味はできるだけ砕けた調子でそして自分には似合わないと思いながら冗談のようにこう言った「そううつむいてばかりいないでたまにはこっちをごらんよ私はまだ妻の顔さえよく知らない夫だこれは少し変則だと思うがね」絹は静かに顔を上げた。 青白い仮面のような顔だ。魂の抜けた感情のかけらもない顔だった。少し痩せてはいるが美しい目鼻立ちである。濃いまつげに縁取られた目が特に美しい。だがそれは石像のように冷たくて硬かった。朱芽は立然と目をそらした。 宝泉寺の十二時の鐘を聞いてから、シュメは起き上がって心情を出た。そしてかなりためらう気持ちを押し切って、妻の部屋のふすまを開けた。絹はまるで襲われたもののように、非常な速さで起き上がり、恐怖におののく目でこちらを見た。その目が、シュメの自制心を失わせた。彼はずかずか寄っていった。 絹はヤグからすり抜け、あんどんのかけ布を取った。そして明るくなった光を盾のように正座して神戸を垂れた。シュメはかまわずそのそばへ行って立ち、荒い呼吸の静まるまでしばらく待った。すると絹が耐え入りそうな声で言った。私、母の藻がまだ開けませんので。 これは無渓谷のしかも手厳しい足払いに似た言葉だ。一瞬にして火は消え、血は冷めた。朱銘はくじかれた惨めな気持ちで、しかしその言葉に辛くも救いを感じながら、やや久しく沈黙した。もっとお互いに打ち解けよう。そんなことまで言いそびれるなんて自然じゃない。 男はどこか抜けているものだ。細かいことや気持ちのあやなどわかりにくい。黙ってばかりいないで、不満や希望はどしどし言ってくれなければね。絹は火事井の主婦なんだから、わかるだろう。絹はそっとうなずき、はい、と答えた。主婦はなお言いたいことがあった。 しかし言葉にするとちぐはぐなものになりそうだ。彼はできるだけいたわりを込めてこう言いながら立った。さあ、おやすみ。驚かせてすまなかった。彼は数日して、絹のなき母の藻が2月初めに開けることを知った。物開けるまで夫に許さないという習慣が世間にあるかどうか。 彼はまるで知らないし、多少疑問もあった。けれども、待つことに依存はなかった。その間に精神的な接近ができると思ったから。正月になると、すぐ急に多忙になった。4月に藩主が江戸から帰る。それまでに本丸の東御殿を改築せよという命令が来たのだ。 随分大がかりな設計で、入費や用材の点から相当に無理をしなければならない。彼は城中に幾晩も泊まった。資材購入のために数日がかりで旅行した。勘定役所や難度型などと絶えず接触し、重役に了解を求め、匠たちの割り振りに頭を悩ました。 そして家へ帰るときには、心から休息と慰安が欲しいと思うようになった。もちろんその望みは叶えられなかった。家の中はいつも空洞のようにひっそりしていた。妻は食事の給仕に座る。着替えも手伝う。送り迎えもする。だが、それだけだった。うつむいて、 必要にうつむいたままで手を膝に置いてしんとしている。足音もせず空気も動かさずに歩く。口から出るのははいという一言にほとんど限られている。召使いたちにもそれが影響した。彼らも囁ささくように話し歩くのに足音を盗む。みんなが聞き耳を立て、 息を殺して何かをじっと待っているという感じだった絹の亡き母の藻がもう開けたということに気づいたのはこういう状態に耐えきれなくなった時であった3日ぶりで家に帰った彼は荒びた気持ちで夕げの酒を飲んでいた酔いはなかなか起こらず疲れた神経はトゲトゲしくなるばかりだった 彼は目の前に座っている妻の硬い非人情な身構えや陶器のように冷たい襟足を見ながらふとそれをいとこの未知と置き換えていた。皇人様はチを当てる神様なんですってね。突然真面目な顔でそんなことを言い出す。大抵座には誰かいてあっけにとられながら 法人は台所の神でしょう。とか、専門にチを当てる神様というのはないでしょう。などという。未知は確信のある顔でこう断言する。あら、だってそう言いましたわよ。一度これはこうだと聞けば、その通り信じて少しも疑わない。だってそう言いましたわよ。というのが、 彼女の口癖であり、唯一の証明である。空また出たと言って、みんな笑い出す。当時は苦に々がにがしいと眺めていたその情景が、朱芽には今悲しいほど懐かしく思い出された。そういえば、このごろは誰も来ない。来ても食事時はよける。座って酒を飲むようなものはごく稀で。 用事が済めばさっさと帰ってゆく。あの頃はこんなではなかった。家の中は賑やかで暖かく、話したり笑ったりする声が絶えなかった。それが今はどうだ。まるでこれは喪中の家のようではないか。主姫はこう考えたとき、妻が喪に服しているということに気づき、続いてそれが、 すでに開けているはずではないかと思った。日を食ってみた。確かに、もう数日前に開けていた。シュは目の覚めたような顔で妻を見た。今日は十二日だったね。もう寝半栄か。これで寒さもおしまいだね。とがった神経が酔わない酒のために、 あらぬ方へゆがんでいく朱芽は努めてそれを沈めながら12時を聞くまで寝床の中で転々していたそれから思い切ったように起きて妻の部屋へ入っていった、4. ふすまの開く音で羽をきた絹は恐怖の目でこっちを見ながらヤグをすり抜け 安のかけ布をとろうとしたシュメは鋭く「絹」と言いながらふすま際に立ち止まった。絹は伸ばした手を下げ追い詰められた獣のように身を縮めた。あの夜と同じ姿である。みじんも変わってはいない。母のもというのが口実だったことは確かだ。シュメは前へ出た。 すると絹は身震いをしながら救いを求めるような声で言った。どうぞ今夜だけ今夜だけお待ち遊ばして。そして懸命な愛玩の目でシュメを見上げた。何という目だったろう。突然シュメは自分が汚がらわしく堕落した人間のように思われ。 一種の吐き気に似た胸苦しさに襲われながら逃げるようにその部屋を出て後ろ手に襖を閉めた屈辱と怒りのために頭がしびれ足が震えた自分を醜い抱きすべきもののように思う反面不当な侮辱に対する怒りが抑えようもなく燃え上がった何がいけないんだ どこにこにんんなあいを受ける理由があるがだ、一体。しかしシュメはぎょっとして振り返った。彼はまだふすまの前に立っていたが、部屋の中で何か物音がするのを聞いたのである。それは静かにタンスを開ける音のようだった。じっと耳を澄ますと、異様な気配が感じられた。 彼はすぐふすまを引き開けた。絹はヤグの上に座り、会見を抜いたところだった。ふすまの開く音を聞くなり、彼女はそれを逆手に持って胸を刺そうとした。しかしシュメはその肘をつかみ、激しくねじ上げながら会見を奪った。絹は別に反抗しなかった。むしろ冷ややかなくらい落ち着いていた。 朱銘はつかんだひじごとぐいっと絹をむき直らせ訳を聞こうと低く叫んだ生きてはいられないのでございます今お止めくださいましても明日あさっていつかはどうしてもこの身の始末をいたさなければそれが梶井の仮名を汚すと承知の上でか。 私の一生がめちゃめちゃになるのを承知の上でか。いや、お前にはそんな権利はない。主名は激怒のために震えた。七十日近くも人を惑わし悩めた上、そんな勝手なことをする権利は、お前にはないはずだ。私、ご仮名を汚しますでしょうか 結婚して間もない妻が自殺をする。理由も何もわからない。これが梶井の家や私の面目に無関係だと思えるのか。ああ、と絹はうめき声を上げた。確かに彼女はその点を忘れていた。こうせざるを得なかった原因があまりに大きく重すぎるため、結果の呼び起こす影響までは、 思い及ばなかったのである。絹は初めて両手で表を覆い耐えいるように泣きだした。私どういたしましょう訳を話すがいい。どうしても死ぬ必要のあるものなら止めはしない。理由によっては死後に名の立たぬ工夫もある。話してごらん。 絹は長いこと泣いていた。形容しようもなく痛ましい、哀れな泣き方だった。それからやがて、おえつに声を途切らせながら、非常な努力で口を切った。私、思う方がございました。もう、二年前のことでございますけれど。 思いがけない告白だった。しかし、種目には、そういう予感があったように思う。彼は努めて何気なく、後を促した。絹は続けた。二年前の四月、そんな季節には稀な火事で、武家町の一角まで焼けたことがある。その時、須藤家の登園の者が類償して、 半年ばかり彼女の家へ寄宿していた。榎本良三郎と言って、その時二十二になり、何度型に勤めてまだ独身だった。彼が怠け者で身持ちが良くないという噂は、前から絹は聞いていた。だが、うちへ来て住むようになると間もなく、そんな噂は信じられなくなった。 絹の目には彼が孤独で気の弱い人間にしか見えない。誰にも相手にされず友達もない。寂しげな、当惑したような目でよく庭に立って雲を見ている。唇にはいつも諦めたような微笑が浮かんでいる。絹は激しい同情をそそられた。そこから二人の近づきが始まった。 親しくなるに従って、絹の確信は強くなった。良三郎は、優れた才能を持っている。それを周囲が認めないばかりでなく、むしろそのために、嫉妬のあまり、共同で彼を陥れるのだ。だが彼は、少しも恨んではいなかった。こういう時代なんです。 罪はこういう時代にあるんですから彼らは好きなようにやるがいいんです。俗悪な世間を憐れむようによくこう言って微笑しわくげな寂しい目でそれとなく空を眺めた。だがしばらくすると絹に愛を求めた。もし絹が 自分を愛してくれるなら、俗物どもをしのいで、人角の人間になってみせる。絹のため、自分の才能を活かしてみせたい。絹はそれを何の疑いもなく信じた。そして変わらない愛を誓った。二人の恋は、五十日余り続いたが、母親に発見されて、中を裂かれた。 母は誰にも知らせず、口実を設けて彼を家から出した。別れる前に、絹は結婚を申し込んでくれるようにと繰り返し頼んだ。彼はまだその時期でないことを説いた。今のままでは許される望みがない。自分が一角のものになるまで待つように、それもせいぜい一年か二年だからと。 別れてからは一度も会うおりがございませんでしたそして母も亡くなりましたこちらとの縁談が起こりました時もし母が生きていてくれましたら5縁談が決まった時自決すべきだったしかしそれには何かが欠けていた 三郎に一度会いたかったのも確かだ。どこかに生きる道があるように思えた。漠然とした、しかし激しい生への執着もあった。もう少し時を待とう。抜き差しならぬ場合でも遅くはない。そして、ずるずるとここまで来てしまった。私が未練で愚かなばかりに、あなたへも。 あの方へも申し訳のないことになってしまいました。でも私も苦しゅうございました。今日こそ、明日こそと思いながらいざとなると心が遅れまして、どうぞお許しくださいまし。主姉は黙って絹の鳴くのを聞いていた。それから持っていた会見を。 静かに鞘へおさめ、大きくため息をつきながら言った。今話したとおりを、遺言に書くがいい。その人に関するところはなるべく詳しく。私は向こうで待っている。会見をもって、シュメはその部屋を出た。新所の暗闘を今へ移し、 火けのうずみ火を起こして墨を継いだ。庭の椿のあたりで猫の声がする。そうだ、もうとっくに椿が咲いているはずだ。今年はまだ一度も見ていない。シュメは火箸を取って意味もなく墨をかき鳴らした。首を振ったり、低く,くうめいたりした。 その他に方法はない。そんなことをつぶやいた。絹は自害しなければならない。だが自害と分かってもいけない。病死でなければ。種目はまたうめえた。絹が今へ来たのは半時ほど後のことだった。一度に五つも老けたように憔悴して見えた。 ほうが目立ってこけ、唇はほとんど灰色になっていた。彼女はかなり分厚く巻いた書簡を、うつむいたまま、種目の方へ差し出した。念のために読ませてもらう。彼はこう言ってそれを開いた。絹の膝から肩へかけて、絶えず細かい旋律が走る。浅い急速な呼吸のために、 胸が激しく波を打つ。そして庭の椿の辺りではけたたましい猫の叫びが続いていた私はもう止めないシュメは読み終わったものをまきながら言ったそのほかに道はないだろうと思う身じまいをして白むくに着替えておいで仏前支度をしておくよ 夜明け前に医者が呼ばれてきた。大田淳安といって亡くなった父とごく親しかった老いである。朱銘は妻の居間へ案内した。二人はかなり長いことそこにいた。そこから出てきた時、淳安は首を振りながらこう言った。亡くなってから一時も経っている。<laughs> この病気には、ギバでも偏弱でも手が出ない。さあよう、すぐ納棺するんだな。老尉は耳が遠いので、声が高かった。この病気で死ぬと、二中夜は体から毒が出る。納棺したらすぐ蓋を閉めなさい。決して蓋を開けてはいけませんぞ。この毒を吸ったらそれで、 こう言って、白髪の頭を振った。いいかな。あなたが一人で死なされ。そこは夫婦の情だ。ふん。が、忘れても他人を近寄せてはなりませんぞ。おかかりへは私から届ける。もう一つ、邪行を焚きなされ。なければ持たせてよこす。毒を消すには至極だから。 医者が帰るとすぐ必要なところへ死者を出し、シュメは一人でまた妻の居間へと入っていった。両家の親族が駆けつけたとき、死体はもう納棺されてあった。そして、順安牢の厳しい戒めで、ジップの須藤宗右衛門さえ死に顔を見ることが許されなかった。あまり突然であり、夢のようだ。 巣屋の席ではそのことが繰り返され、シュメに同情が集まった。彼は石のように黙って、昼夜きちんと棺のそばに座っていた。その翌日の朝、奏霊が行われた。初のかが住むと、シュメは勤めに出始めた。御殿改築の責任者だから。 長く休むわけにはいかなかったのである。大沼から手伝いに来ていたいとこは、相談の結果、そのままとどまることになり、荷物も運び戻された。家の中は、少しずつ平常の姿に帰っていった。暗い不幸のにおいは消えないにしても、主の多忙な明け暮れにつれて、生活は自然と落ち着きを取り戻した。

しかし、それはよした方がいいね。あれはダメだ。とても使えるような人間じゃないよ。いや、使ってみたいんだ。大概なところは知っているが、少し考えることがあるんでね。私は進めないな。無能なばかりでなくずるい。人に仕事を押し付けておいて自分がしたようにこしらえる。むやみに抽象や誹謗で人を傷つける。 不平やごたごたの起こるもとだよ。だが、人間は使いようがあるからね。とにかく手続きをするから頼むよ。こういう話があって間もなく、榎本良三郎は作事奉行へ勤め替えになった。二十四という年よりずっと老けて見える。色のさえない、目の濁った。 憂鬱にふてたような顔つきだ。きゃしゃな体にもかかわらず、どこかしら脂肪でたるんだような感じがあり、気味の悪いほど白く長い指をしていた。シュメは彼を見たとき、蓮敏を感ずるほど不快に襲われ、目を背けた。六。シュメはその日、 下城するとき、良三郎を誘って、京町の小倉という料亭へ上がった。良三郎は不安そうに手を揉んだり、ふてぶてしい霊障を浮かべたりして、ひどく落ち着かない居心地の悪い様子だった。今日は二人だけで飲もうと思うんだが、その前に少し話がある。真面目な話だから、そのつもりで聞いてくれ。は。 平静な目で相手を見た。良三郎は白々ららしい微笑を浮かべ、人を馬鹿にした調子でゆっくり首を振った。酒ならごちそうになりますが、説教は勘弁してくれませんか。私には何より苦手ですから。何、すぐ済むよ。シュメはさりげなく言った。それはね。 これから真面目に努めてもらいたいということなんだ。私が栗原に頼んで作字方へ呼んだには、それだけの考えもあるし、責任も感じている。できるだけ力になるから、ここで一奮発してみないか。しかし、ちょっと高くつきますぜ、かじいさん。相当に高くつくが、いいですか。 良三郎は毒々しく唇を歪めた。シュメはその顔をいぶかしげに見ていたが、その目は次第に平成の色をなくしていった。高くつくとは、どういう意味なんだ。もっとはっきり、言い,いましょうか。良三郎はシュメの言葉に追っかぶせて、ぐっとあぐらをかいたが、すぐまたにやりと笑った。 だがまあ、この次にしましょう。墓の中のことなんか別に急ぐ必要もないでしょう。掘り返してみたところで死んだ者が生き返るわけじゃないですからね。それは私を脅す意味なのかさあ、そうはどうでしょう。私が残念なのは、ある人の葬式に立ち会えなかったということなんです。 立ち会っていたらさよう私は棺のふたを開けましたね。シュメは額からさっと青くなった良三郎は濁った目でそれを眺めながらもはや疑いのない勝利を楽しむようにゆっくりとしかし冷酷にこう続けたふたを開けると毒にやられる。 とんでもない。棺の中は、ただ匂いがするだけですよ。毒どころかただの匂い。つまり、血の匂いだけですよ。では、なぜそうしなかった主姫は、ある限りの力で自制しながら言った。それだけ確信があるなら、どうして蓋を開けに来なかったんだ 今だって間に合いますさ。なに、墓を掘ってみればわかるこった。やってみますかね。シュメは右手を大きく振って、良三郎に放打ちをくれると、さらに飛びかかってねじ伏せた。良三郎は首を振りながらもがき、シュメの手へ噛みついた。シュメは噛ませておいて殴った。力いっぱい。 ほ彼の目からポロポロ涙がこぼれそれが両三郎をぬらした殴るだけ殴ると彼はそこへ座ってあえぐ息を抑えながら言った貴様の察しどおりだ絹は病死ではないではどうして死んだか少年まで腐った貴様などにはわかるまいが 見せるだけは見せてやる。絹の遺書だ。読んでみろ。シュは懐から封書を出して、いぎたなく倒れている良三郎の前へ押しやった。遺書と聞いたとき、良三郎はびっくりと足を縮めた。それから起き直って襟をかき寄せ、しばらく封書の裏表を眺めた後、 震えるえ手でそれを開いた。シュメはそっと目をつむり、何かを祈るように神戸を垂れた。良三郎は途中まで読んで、また初めへ戻った。幾度も目を吹き、幾度も読んだところを読み直した。それが終わると、遺書を持ったまま手を膝に下ろし、 ガタガタと全身を震わせた。結婚して七十四日になるが、夫婦のちぎりは一度もなかった。あれは榎本良三郎に三竿を立て通したんだ。どんなに苦しかったろう。夫への義理と、榎本良三郎への義理と。 板挟みの七十いく日を一人で苦しんだ。縁談の決まった時死ねばよかった。けれども死ねなかったという。愛する者に未練が残った。どんな未練だと思う榎本。あれは貴様に優れた才能があると信じた。あなたが愛してくれれば、人角の人間になる。 貴様のそういった言葉も信じた。それが、どうしようもない巡り合わせで、かじいへとつがなければならなかった。あれはそのことをわびたかったんだ。貴様に一目会って、わびてから死にたかったんだ。主めは手を伸ばして遺書を刺した。それを読んでみろ。もう一度読んでみろ。 貴様をどんなに信じていたか、裏切る結果になったことをどんなにわびているか。自分は死んでも自分の愛は変わらない。あの世からご出世を信じてお守りします。そう書いてはないか、榎のもと。人間は一生に一度ぐらい本気になるもんだぞ。 涼三郎は放心したように重たげな鈍い手つきで衣装を巻き収めたシュメは噛まれた手首の血を返しで拭きながら床の間にある鈴を取って鳴らした話はこれで終わりだ約束だから酒を飲もう涼三郎はさりげなく立ったちょっと 顔を洗ってきます。そう言って廊下へ出た力のないふらふらした足取りで廊下の途中まで来たと思うと右側に障子の空いている小座敷を見て素早く中へ入り座って襟をくつろげた七脇差しを腹へ突き立てようとする瞬間まで シュメは廊下から見ていた。そしてその瞬間に飛び込んでいって止めた。この他に道はありません。話してください。話すよ。だが今じゃない。シュメは脇差しを奪い取った。あの人は、榎本良三郎の行くのを待っている。しかし、こんな惨めな榎本を待っていやしないぜ。 榎本、証拠を見せろ。あの人の信じていた人間になれ。それまでは石にかじりついても死ねないはずだ。そうじゃないのか。良三郎は両手を膝につき、表を伏せて泣き始めた。初めて彼は泣き出したのだ。二年やってみろ。 その証拠を見たら、俺が墓の前へ連れて行ってやる。二年だ。もし今の決心が嘘でないなら、もし貴様に、いくらかでも人間らしい気持ちがあるなら、いいか、二年の間に、その証拠を見せるんだ。生きているものはごまかせるが、死んで魂になったものはごまかせないぞ。 それだけは忘れるな。御殿改築は藩主の帰国にかろうじて間に合った。結果はかなり常酒日でその係の者には褒さ細工だった。しかし費用の点が随分無理があったからその後始末に五月いっぱいかかりようやく全てが終わると季節は もう夏だった。かじいの家にはまた人が来始めた。シュメはよく人に隠れて総対寺へ墓参に行くが、日常は快活で機嫌がよかった。これまでのどの時期より明るい顔で、酒の時などにはみんなと一緒に笑うことが珍しくなかった。未知も相変わらずである。 このごろはいとこが難しい眉を見せないので、一層立ちいがウキウキとしている。そして時々例の不思議な照明を出して人を笑わせる。ちょうどみんな集まって飲んでいたとき、星空なのに遠雷が鳴り出した。未知は縁先にいたのを急いで座敷へ入ってきた。雷獣って わりかたひっかくんですってね。もちろんまじめな顔である。わっとみんな笑いだした。わきた心臓などは笑いが止まらないで苦しがって涙をこぼしながら転げた。少し静まりかかるとそばで「へえ、来獣は割りかたをひっかきますかね?」という。それでまた。 脇田は転げ回る。しまいにあおむけになってどうやらこうやら笑いやんだとたんみちが例の証明をした「あらだってそう言いましてよ」脇田はひいと両手で耳を塞ぎ何かわけのわからないことを叫びながらまっしぐらに廊下へ飛び出していった。は、 こういう情景を眺めるだけでなく、今はそれを味わうこともできるようになった。以前の彼には苦々ががしいだけだった。馬鹿げた、創造しいものにすぎなかった。合理的なこと、計算し統計に取れるもの以外は興味が持てなかった。けれども今はもう違う。彼はどうやら憩いの味を知った。 疲れた体を休め、仕事でいっぱいになった神経を理屈なしに柔らかくほぐしてくれるも者。異案と休息がどんなものかということを、ようやく彼は知り始めたのである。あくる正月の年賀の途上で、何度奉行の栗原和助と一緒になった。その時栗原は、警戒の身振りをしながら行っ 今にやられるよ、今にね気をつけなくちゃいけないヘビは冬眠しているだけだよしかしその翌年の正月栗原はシュを脇の方へ誘ってつくづくと顔を眺めながら探索した「こんなこともあるんだねこんなことも一体どうやってたたき直したんだ?」。 信じただけだよ。シュメは微笑した。信じられるくらい人間を力づけるものはないからね。彼は自分で立ち直ったんだよ。本物らしいね。ガブとを脱ぐ。人は使いようだということを認めるよ。シュメの家の椿がまた咲いた。2月10日のことだった。 早く下城してきた主姫は、後で丸屋が物を届けてくるから、受け取っておくように、こう道に言い残して、着替えもそこそこにまた出て行った。表には、榎本良三郎が待っていた。彼は二年前とはだいぶ違って見える。体の肉付きが締まってきたし、顔は日に焼けて、健康な艶と張りがある。 目はどこか沈鬱な光を帯びているが、濁りはほとんど消えたようだ。彼は、朱芽の少し後ろについて歩いていた。そして武家町を出外れて、太田川の橋を渡るとすぐ、何か気づいたというふうにはっとそこへ立ち止まった。行く先は、相対寺でございますか。そうだよ。 シュメは振り返った。二年目には二日早い。あれの三回期は十三日だ。しかし、方への前がいいと思ってね。それとも、い,いえ、参りましょう。良三郎はすぐに静かな笑いを浮かべた。正直に申しますが、思い違いをしていました。 あれは3月だったものですから。では3月にしようか。私はそれでもいいんだが。いいえ、今日にします。今日の方がかえって。そして彼は進んで歩き出した。宗対寺は春日岡の下にあった。石段を登って山門を入ると。 庭を履いている若い僧が親しげに挨拶をした。「北条は空いていますか?」。シュメはそう言いながら慣れた様子で玄関から上がった。若い層の声で走ってきた小坊主が口の端を手でふきふき客間へ案内した。「<8 S 2> ここでやって迷惑はかからないのですか?」。 座るとすぐ、良三郎が不審げに言った。やるというのは何を主めは立とうとした膝を戻した。まさか腹を切るという意味じゃないだろうな。しかし、そのために来たんじゃないのですか何のためかといえば、生きるためさ。江ノ本良三郎は生きるんだ。 それだけの証拠を俺は見せてもらった。だからここへ来たんだよ。私にはわかりません。どういうわけなんです。よろしい。わかるように言おう。だがちょっと待ってくれ。シュは足早に出て行った。何をしに行ったものか。ややしばらく時間をとって戻ってきたときには、 娘を一人連れていた。待たせてすまなかった。こう言いながら、連れてきた娘を、良三郎の左へ、自分は二人の中間へ座った。引き合わせるものがある、榎本。私の遠縁にあたる娘で、梶井絹というのだ。見てくれ。絹という名に。 猟三郎は身震いをしたそしておびえたように振り返った絹であった色を変えて「ああ」という猟三郎を絹は涙のあふれる目で見上げたお前の信じたとおりだったね絹朱芽は低い声でそう言った 榎本は才能のある人間だった。絹の考えていたよりも、はるかに高く、それを証拠立てた。恋というものは、時によると人を堕落させる。だが時によるとこんなに素晴らしく人を生かす。恋をするなら、こうありたいものだね。絹はくくと結び上げた。 三郎も手で表を覆った。おめでとう、絹。おめでとう、柄本。とうとう二人の日が来た。勝ったね。朱銘は彼らを残してそこを出た。そして北条へ寄った。二年間絹を預かってもらった礼と、もうしばらくの世話を頼みに。 それから大層爽やかに、楽しそうな顔をして、寺を出て行った。夕げの禅に座ってからも、かなり酒が進んでからも、いとこは取りとめない話をするだけで、肝心のことは全く念頭にない様子だった。朱銘は仕方なしに、丸やから届けてこなかったか、と聞いた。ええ。 とどけてまいりましたおいまにおいてございますわ持ってきてごらん」みちは立っていったがすぐ多頭に包んだものを両手に抱えてもどったとどいたまま開けてみもしなかったのだいかにもみちらしいシュメはふと目頭が熱くなるのを感じながら開けてごらんと言った何でしょう お衣装ですわね。とうを開くと花の咲いたような美しい模様が出てきた。まあきれい。みちは子どものような声を上げて目を見張った。ちょっとそれを肩へかけてみないか。わたくしですかみちは華やいだ様子でいそいそと立ちその衣装を肩へかけた。 古代紫のぼかしに目もあやな百花の友禅模様が染め出してある。未知は続けざまに「まあまあ!まあ」と言いながら身をひねったり裾を広げたり酔ったような顔でいつまでも見とれていた。なんてきれいなんでしょう。初めてですわこんな美しい模様を拝見するのは。 ごらんなな、さいましなこのボタンの花まるで生きている花のようですわあらこれなでしこですわね無ていけんなことを言うね見てごらんまるで葉がちがうじゃないかそれは奇妙だよでもきれいですわどうして染めるのでしょうさあ知らないねシュメのびるがほころびる そいつは染め屋に聞くよりしょうがない。やっぱり人が染めるんですわね。シュメはとうとう吹き出した。ミチは裾を引いて振り返ったり、長い田元を返してみたりしていたが、いとこに笑わ,われて赤くなりながら、あらと言った。シュメはすかさずその先を越した。そう言いましたかね。 だが彼は途方にくれた。それが未知の結婚衣装で、それを着てかじいの嫁になるんだということを、どういうふうに話し出したものかと。未知はまだ模様に見とれていた。